認知言語学、認知言語学、認知言語学、英語、コグニティブ・リングビースティックスは、ゲシタルト的な知覚、視点の投影、移動、カテゴリー以下などの人間が持つ、一般的な認知能力の繁栄として、言語を捉えることしとする、言語学の分野及びその処理論。ジョージ・レイコフを中心とした、メタハーメトニミー、イメージスキーマ、を用いて、 言語の実態を究明していく理論を特に認知、意味論といい、ロナルド・ラネカーを中心とした概念化、両方基盤モデルから文法を構築していく研究を、特に認知文法、コグニティブ・グラマーということがある。認知言語学の中でも平面的な教示性を重視する従来の考え方に対して通じ的観点も取り込んで空間的に語句の意味変化を明らかにしようとする。 メタプロセスの理論も現れている。認知言語学は、チャールズ・フィルモアの核文法やフレーム意味論、レイ・コフラが1970年代に提唱し、いわゆる言語学論争にまで発展した、生成文法左派の生成意味論、そしてロナルド・ラネカーが独自に研究を進めていった、空間文法、スペースグラマー、後の認知文法などが、元となって融合的に発展した分野である。 個々の研究者によって様々な違いはあるものの、以下の点で、多くの認知言語学者はその理念を共有している。クロフトクルーズ2004。1を重視するため、記号化、カテゴリー化、ゲシュタルト近く、イメージスキーマ、身体性、メタファーメトニミーなどから言語を記述説明する。また2の定税より、図と地の文化、商店化、プロファイル、 推論などの作用によって言語の意味が発現するというスタンスにつながる。また三は、いわゆる、用法基盤モデル、うさげ、ベースとモデルで、言語単位の定着、慣習化、頻度などの面から、言語現象を分析し直すものである。その言語運用の立場から記述することで、これまで、いわゆる言語知識、コンピテンスと考えられてきたものが、実は、言語運用。 パフォーマンスから説明可能であることを示すモデルである。よって、語用論、談話分析とも近接性を有するパラダイムであると言える。従来メタファー、因縁は、文章技巧の問題とされてきたが、ジョージ・レイコフ、マーク・ジョンソン、哲学者によって、メタファーは単なる文才ではなく、我々の基本的な認知能力のうちの一つ、概念メタファーである、と捉え直された。また、 メトニミーやシネクドキーなどの定義や解釈、それらが表層に現れた言語現象の説明は認知意味論で最も盛んな研究テーマの一つである。また、ジルホコニエの唱えるメンタルスペース理論は出発点は異なるものの、心的領域間のマッピング、写像を想定する点が共通している。認知言語学におけるカテゴリー以下の議論は、 エレノア・ロッシュらの研究に端を発するものであり、認知言語学を生み出すきっかけの一つとなった。全成員に共通する属性によって、カテゴリーを規定しようとする古典的なカテゴリー感に代わり、プロトタイプ理論や基本レベルカテゴリーの概念を提唱しており、それらに基づいて言語を記述している。また、この意味は、その後の使用が早期する。 典型的な状況や百科自転的知識、世界知識と切り離すことができないとされる。チャールズ・フィルモアラのフレーム意味論や、ジョージ・レイコフの理想認知モデルは、この考えに基づいた議論である。認知文法は、ドナルド・ラネカーの提唱した理論であり、ゲシュタルト心理学において展開されてきた、空間認知能力、カテゴリー化、イメージスキーマを抽出する能力、焦点化能力、 参照点能力など、言語以外でも観察される人間の一般的認知能力の反映として、文法を包括的に説明することを目的とする理論。イメージスキーマなどは、ダイアグラム、認知図式という図を用いて説明するため、曖昧で主観的という批判がある。また、言語の構造は、意味極音韻曲そして、それを統合した記号ユニットしか認めない。 という言語理論の中でもかなり厳しい内容要件を課している。言語構造は使用例からのスキーマの抽出という形で出現するという使用意境モデル用法基盤モデルを掲げている。レナード・タルミーの唱える力動性フォースダイナミクスの理論は人間による状況の言語化は物理的な因果関係のモデルに基づいて行われるとするものでありメタファーロンや 認知文法と密接な関連がある。公文文法は文法を慣習化された公文の集合体として捉える立場であり、生成文法のような文法を語彙項目とそれを合成する規則によって記述する立場と対象をなしている。公文はことわざのような固定した表現から、いわゆる素母公文のように単語が自由に入れ替わるものまで連続体をなしていると主張する。 使用意境モデルとも親しい関係にある。チャールズ・フィルモア、アデル・ゴールドバーグ、ウィリアム・クロフトらが主要な論客として知られている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。